ようございます。麦茶さんおはようございます。みんな来てくれて嬉しいおはようございます。おはようおはようおはよう。タコさん、ひまわりとタコ嬉しいな。おはようございます。おはようございます。朝早いのにありがとうございます。お団子かわいい。そう、お団子にしたの今日。なんか出てるけど、ちゃんと起きれて偉い起きれました。ちゃんと7時に起きました。おはようございます。おはようございます。おはようおはよう。ヤホ絶対いつもヤホですよね。ヤホヤホ、かわいい。だってやだ、嬉しいお団子かわいすぎん。嬉しい。このお団子に時間かかってちょっと始めるの遅くなっちゃった。おはよう、おはよう。今日祝日、祝日ですね。メイクしてる？リップだけです。おはよう、おはようございます。メイクいつかしようかな。お団子とても似合ってる。ありがとうございます。ひまわりとタコもありがとうございます。高2とは思えない。どっちかな、若く見えるってこと、それとも大人っぽいのかな。若い方かな。リップだけ強い。全然全然。おはようおはよう。朝早くから偉いねありがとうございます。皆さんもありがとうございます。起きてまだ4分なので眠い。起きたてですね。おはようおはよう。おはようおはようございます。私も眠いアラームかけまくって起きれた。えらい。おはようおはよう。 LINE スタンプの人だ、アバターが。うさぎのやつ、なちゅちゃんだ。なちゅちゃんです。指原さんとはまだお会いしていません。おはよう、おはようございます。ゆたんさん、いつもひまわりが出てこないんだ。ひまわりとたこ、おはよう、おはようございます。あ、昨日あのなちゅちゃんで検索したら大島さんが出てきて、大島さん、すごい嬉しかったです。大人っぽいっていうか完成されて美しさ、嬉しいな。今日も一番可愛い。いや嬉しい。おはようおはようおはよう。勉強前に星だけ投げに来た。嬉しい。頑張ります。あ、これさ、あれですよね、プレゼントじゃなくてギフトってコメントじゃ見れないんですよね。あとなんかいつも下の方にアバターが出ないんですよ。なんでだろう。朝から感動的な可愛さですね。いやそんなことないです。ありがとうございます。尊いありがとうございます。ナチのおかげで朝起きれた。よかったおはようおはようございます。僕の中ではもう1位に決まりました。なんだってなんかこっち側だけ薄いな今日。おはようおはよう。皆さん早起きですね。おはようおはよう。あ、リンダさんありがとうございました。こ、おはようおはよう。9位に、本当だ、9位になった。嬉しい、ありがとうございます。なちゅって名前にしたのね、かわいい。そう、今日は見えてるかな、見えてる。ナチュが1位です。嬉しい。おはようおはよう。お団子お団子。おはようおはよう。あ、みつけさんだ。二度寝しちゃいそうしないでくださいね。かわいい、嬉しい。おはやふ、おはやふございます。クレマグさんの挨拶パクりました。右肩上がりに順位
上がっていくね。本当にありがたいことに、お団子お団子お団子にしました。おはよう、おはよう、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます、来てくださって。ナチュが私の中で1位だし、私はナチュの中の1位になりたい。照れちゃう、そんな。おはよう、おはよう、ナチュ、ナチュです。お、お団子だね。お団子にしました。あまりの可愛さに転がってます転がってて痛くないか。朝からナチュ見られて幸せ。覚えてくれてるの嬉しい。昨日こじこじのアイコンの方がアカウントを作ってくださったって言ってたので、ちょっと見てみようかなと思って見たんですよ。そしたら煮つけさんが出てきて嬉しかったです。にしても可愛いです。そんなそんな、もうナチュがポケンチに出る今トレしてますどうしよう、スイッチ使いこなせないからさ、ポケンチ呼べれても 3DS しかできない。今日早起きできたから見れた、嬉しいやった。専用のアカウント作っちゃう。そうですよね、なんか同じ人かなと思って。同じ人ですよね。嬉しかったです。いいなー、認知ななかさん、ちゃんさんの方がいいかな。おはようのウィンクください。おはようございます。え、なんちゅうツイッター見てるの。昨日はちょっとのぞかせていただきました。作ってくださったと言っていたので。おはよう、おはよう。コメント一つ一つ丁寧に対応してて好き。コメントくださるのでありがとうございます。認知してくれたら嬉しいな。ミリーちゃん、ちゃんさん、専用アカウントって嬉しいの。嬉しいですよ。飛び跳ねてちょっとスクショしちゃいましたななかちゃんがいい。じゃあななかちゃんで、パンダのななかちゃん専用アカ作るか。うん、嬉しい。朝早くから頑張ってますね、ありがとうございます。なんてツイートしてみてもらえる、したら見てもらえる。なんか昨日ハッシュタグなちちゃん、ハッシュタグなちか、ハッシュタグなちちゃんでツイートするって言ってたので、それで検索したら出ました。サバカンさん星ありがとうございます。昨日バネのやつからアバター変えちゃった。なんか人型でしたよね確か、違うっけ。認知ルキさん、あのあれですよね、くたびれた犬おはよう、おはようございます。よし今日絶対作る。え、横の絵文字かわいい。なんかちゃんと同じ、なんかちゃんと同じ、なんかちゃんと同じ名前やから覚えやすいはず。確かに。ハッシュタグナッチュね、ハッシュタグナッチュちゃん。え、そう、なんかね2パターンいました。ハッシュタグナチュか、ハッシュタグナチュちゃん。ナチュちゃん了解おはよう、おはようございます。ナチュちゃんかわいいありがとうございます。ハッシュタグナチュちゃんだよね、人型ですよね、あの男の子の。遊びに来たよ、こんにちは、おはようございます間違えた、どっちもつけとく。嬉しい、メリーちゃんです。じゃあメリーちゃんで、ナチュ真剣やか作るか。ハッシュタグナチュでツイートすればいいのかい。うん、そう見る。あ、リンダさんだるまありがとうございます。ナチュ僕の検索引っかかったかな。あ、見ました、見ました。もうなんかみんな、皆さんあれですよね、アットトス書いてあったやつですよね確か。呼び捨てで A で、呼び捨て、ちょっと恥ずかしいおはようございます、おはようございます。記憶力がいい、すごい。ひらがなのりんさんもちゃんと覚えてますよ、毎回来てくださるので頑張ってください、ありがとうございます。ハッシュタグなちちゃん、なちちゃんで、はじめまして、はじめまして。タオル持ってる、かわいい。
ちゃんと非公開アカウントでツイートしてました。非公開じゃ見れないよ。ありがとうございます。でも認知してもらいたい。かなさん、かなちゃん、ちゃんがいいかな、さんかな、くんじゃないよね。72番ちゃん、おはようございます。おはようございます。昨日ずっと読み間違えててごめんなさい。千夫さんって言ってたけど千夫さんですよね。リンダくんって呼んでほしい。リンダくん、お気持ち程度のクマ投げました。ありがとうございます。いってらっしゃいの投げ中お願い。いってらっしゃい。おはよう、おはようございます。かなちゃんで認知してもらいたいです。かなちゃんでツイートしてたけどハッシュタグつけてなかったし。72番ちゃんって言ってた。72番ちゃんって呼んでくださる方もいるんですかね。72番ちゃんは検索してないですね。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。おはよう、おはよう、はじめまして。頑張ってください。元気だけに。元気ですか。元気です。はじめまして。あと推薦コメントも皆さんありがとうございました。もう朝起きたらショールームからの通知がめっちゃ来てて嬉しかったです。おはよう、おはよう、おはようございます。おはようございます。緊張してますか。毎回緊張します。72番ちゃん受かるように神頼みしてきます。嬉しい。あ、そう、麦茶さんのツイートも見かけたと思うんですよね。嬉しかったです。おはよう、おはようございます。呼んでくれたの嬉しい。なちちゃんの仕草一つ一つが可愛すぎる。嬉しいな。なんかいつも仕草が、仕草、手の動きうるさいって言われるので。音符、お花、音符、お花、ルルルル。アイドル好きなんですか。アイドル好きです。おはようございます。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。なちちゃんはいつも偉い、偉いよ。ありがとうございます。おはよう、おはようございます。早速ハッシュタグなちでツイートしたい。嬉しい。ありがとうございます。見ますね、後で。可愛いです。嬉しい。カラオケ配信はお昼？いや、今日っていうか今回の今の配信でやろうかなと思ってますけど、緊張する。なちちゃん、おはよう。あ、おはようございます。いつも来てくれてありがとうございます。頑張れ、頑張ります。なちちゃんは呼吸してるだけで偉い。みんなもうめっちゃ褒めてくれるんですね。嬉しいです。今日朝ごはんはおにぎり食べた。何おにぎりですか。めっちゃ楽しみ。全然もうなんか期待しないでください。本当に朝から声出てて偉い。そう、今日は早起きできたんですよ、私から。だから声出てます。今日は長く見れないけど他の日にたくさん見に来るね。うん、ありがとう。かなちゃん待ってます。カラオケ配信とか絶対見たい。うん、下手くそですよ。フォローした。うん、ありがとうございます。緊張してるの、かわいい、かわいい。ありがとうございます。毎回髪型変えててすごいね。うん、でもそろそろネタが尽きてきました。出てますね。何時起きとね、6時50分。おかか一択。おかかか、いいね。醤油につけたい。お団子かわいい。やっぱ声出てないじゃん。お団子かわいい。ありがとうございます。早起き偉い。ん、そうですか。おはよう、おはよう、おはようございます。カラオケ練習したの。カラオケね、さっきまで練習してたんだけど、どうだろう、皆さんの前で歌うって思うと緊張する。おはよう、おはようございます。初めて見に来ました。めっちゃ嬉しい。はじめまして。ありがとうございます。見に来てくださって。うおー。うおー、かわいい。
泣いてる絵文字が。ご飯食べた？ご飯食べました。パン。まだ眠すぎて片目しか開いてない。ずっとウィンクしてるんですね。練習偉すぎる。いやー、今練習したところでって感じですけどもおはようございます。はじめまして。はじめまして。野球ボール？かわいい。夜行バス乗ったからオールしてなっちゃんの配信見て。夜行バスどこに行ったんだろう。パンダとお腹鳴っちゃうじゃん。期待しないでお腹もうすでに空いたけども。私も朝ごはんパンだってよ。コロッケパン美味しそう。私はね、あれです、パンの中にレーズンがついてるやつをマーガリン塗って焼きました。いてててて。なんとかなんかか、乃木坂さんの鈴木あねさんと日向坂の山口春代さんを足して2で割った感じ。2人ともめちゃくちゃ美人な方じゃないですか。帰省からの帰りだよ。帰省されてたんだ。また食べれないやつだ合わないですね、食が。朝からパン。俺はまだ布団から出られてません寝ながら見てます。朝からパン焼けるのは大したものですよ。そうかな。レーズンパン味に癖があるね。レーズン好きなんですよ。あとレーズンみたいなやつ、プルーンも好きです。桜坂の森田ひかるちゃんに似てます。うん、ありがたいですね。好きなので。お花中、あ、鳥取太郎さんだ。お花中。おー、じゃあ今日は朝はパンだなパンにしましょう。でも米も食べたい。お昼は米です。今日は。おはようございます。初めてショールームコメントしました。ありがとうございます。おはようございます。初めまして。初めまして。レーズンパンめっちゃ好きでよく食べる。同じ。初見です。はじめまして。レーズンバターロールがち、わかる。焼くとね、さらに美味しくなるよね。ちょっとレーズンパン買ってきますいってらっしゃい。声がちょっとおみるちゃんに似てる気がする。自分の声ってさ、わかんなくない？どんな声してんだろう私。パンダ可愛いですね。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。おはよう。おはようございます。ミルテンの声する？ミルテンさん、どんな声だろう私。はじめまして、応援してます。ありがとうございます。はじめまして。どんな声してるって、ミルテンさんの声なのかな。そんなことないか。でも自分が聞く声となんか動画とかでに入ってる自分の声全然違くてビビる。今のえーとかすごい似てた。そうかな。なっちゅ癒される声してる。嬉しい。なんか誰か眠くなるって言ってたんですよね、声聞くと。何時まで配信する予定ですか？ねお昼の配信、2回目の配信が12時半だから11時に一旦終わろうかなと思ってます。ナチュの声ほんまにタイプ。嬉しいじゃん。ナチュでいいのかな。ナチュで大丈夫です。すごい落ち着く声。どんな声だろうな。パン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 、それは癒されるっていい意味でいいと思う。癒されてるかなそれだったらいいんですけど、眠気を誘う天使あ、自分です。あ、ひろちすんだった。ひろちすんさんかおはよう。おはよう。
9時10時12時半から2時、12時半からね、4時、あ、4時は嘘、4時手前ぐらい。笑顔が可愛いアイドルさんっぽい、多分じゃなくて、絵が可愛いアイドルさんっぽい。ありがとうございます。ペーちゃんパンポーズだ。パン落ち着くので ASMR として使いますね。おやすみなさいおはようございます。おはようございます。あ、また音符と花が、なちちゃんでツイートしてきた。ありがとうございます。だいぶ慣れましたか。全然。坂道のオーディション受けたことありますか。乃木坂さんの5期生だけ受けました。眠くなるくらい落ち着いてる声って意味、嬉しい。よし決めた、君に決めた。お昼は3時間半配信、そう、夜できないから。あ、見えてる、よかった。特技集団行動を初めて見た。そうなんです、集団行動得意で、でもなんかその集団行動を学校でその体育で披露したりするんですけど、部活の関係で出れなくて今でも悔しい、そこは15歳でこんなおっとりしてて落ち着いてる子しかない。私15歳じゃないですよ17ですよ、高校2年生ですよ眠くなる声は褒め言葉、褒め言葉として受け取っておきます。なっち応援する、嬉しい。集団行動やってるんだ。そうなんですよ、集団生活は好きじゃないんですけどね。集団行動難しいよですよね、ぶつからずにクロスするやつとか難しい。足めっちゃ蹴っちゃう。待って、17全部外した、ごめん日体大とかが更新するってすごい、すごいですよね。あんなのはできないですけど、小学生かもしれません。違いますよ、集団行動足がこんがらがる、わかる。なんかさ、みんなと足違う時めっちゃビビる花のセブンティーンの JC 枠、もうちょっと意味がわかんないよね。留年してる私。集団行動でぶつかって怪我しそうですよね。うん、怪我はしたことないけどちょっと危ないよね。集団行動で番組にやったら、集団行動で番組ってやったら芸人さんにめっちゃ突っ込まれそう。特技で披露ってことかな。でもさ、一人じゃさできないよねはい、と大阪から応援してます、ありがとうございます。なっち10時のやつは食べる。10時のやつ食べたいけど、うんうん、いやでも幼く見られるから実際もしかしたら中古なのかもしれないちょっと生まれたの詐欺してる。70、学校ですごいモテそうやな。全然モテないですよ。集団行動をしてて、もうナッチは可愛いからオラでわかりますなんかビデオとか上から撮られるんですね、集団行動やってる時に。だいたい私見切れてるんです、私のところで見切れてるんですよ。今一人なんで個人行動しますってめっちゃシュールシュール、すごい場が恋しそう。一人集団行動めっちゃ面白い集団行動とはってなる。こう見えて走ったら早いんやで、せやで。一人集団行動って劇団一人みたいな矛盾、確かに劇団一人さんとやろうか。今日のナチの私服チェック、今日は無地のシャツに、なんて言うんですかこれ、千鳥柄、ベージュの千鳥柄のベストみたいなの着てます。バラエティ枠としては正解なのか、ちょっとバラエティ枠目指したいのでね、いて頑張りたいです。あ、そう、なんかナチュで検索したら出川ガールズについてめっちゃ触れ
てる方がいて笑っちゃいました。嬉しかったですおしゃれ、ありがとうございます。かわいい、嬉しい。下は見えないからパジャマって聞きました。どなたからでしょうちゃんと履いてますよ、履いてますよってあれですよ、スカートとかですよ履いてないってことじゃないですからね、勘違いしないでくださいね。明るい吉村手川ガールズになりたいの、本当に面白いから言い続けてほしい。そういなりたいの。デヴィ夫人とか出川さんに、出川夫人さん、あ違う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 、デヴィ夫人さんとか出川さんにいじられたい。履いてるのか、履いてますよスカート、黒いやつ。出川ガールズ志望なの、めちゃくちゃ面白い。そうなんか結構小さい頃からずっと言ってる。ナチとワンコそば対決したい。ワンコそば対決か。もうなんかたまに噛まないで飲む人いるよね。サッシーなら叶えてくれるよ。指原さんお願いします。出川夫人しんどい出川さんそんなに言うと逆に何言ったっけ、あ出川ガールズかな。出川さんに毒舌浴びせまくるなっちゃう。そんな毒舌じゃないですよ、出川さん推し出川イングリッシュが好きです。出川夫人はダメだってダメだったね。ちょっとあペンライトありがとうございます。勘違いここで出川さん悲願あおはようございます、おはよう、おはようございます。出川イングリッシュ私も好き、ずっと見てられる。1時間まるまる出川イングリッシュでもいいぐらい見てられる。でも女芸人さんのコーナーも好きです。なちゅう英語喋るかな、喋れる？英語は順位だけど喋れない。あでもこの前電車に乗ってたら空港までの行き方教えてくださいって言われてめっちゃ戸惑ったお団子素敵ですね、ありがとうございます。1000人突破、あ本当だ、ありがとうございます出川の初めてのお使いめっちゃ好き、わかる。あのアメリカの自由の女神を買うやつが一番印象に残ってます。おはようございます、おはようございます。会社起きれなかった、早かったですもんね朝。よしじゃあ夜勤だから寝るね、配信頑張れ、おやすみなさい、頑張ってください、お仕事。可愛い刃でドラキュラに憧れたことありますか？あでもドラキュラにはないけど、あのアイカツっていう番組のゆいかちゃんがドラキュラで刃でおそろいって言ってました本当に勉強もできてすごいバカなんですよ電車で話したのは実はオーディションの一部だったり、どなたから聞いたんでしょうね。中岡さんのも面白くて好きですYouTube さ見ちゃう、 YouTube で検索してフリーウーマンフリーウーマンどういうの使いままおはよう、アイカツにドラキュラがいるの？そのドラキュラキャラ？ヴァンパイア？ヴァンパイアとドラキュラって違うんだっけ？ヴァンパイアキャラの子がいるんですよ。刃おそろい、かわいい。ありがとうございます。おはよう。ブランコの YouTube が面白すぎました。ブランコの YouTube ってなんだっけ？あとね、最近やってたあれも面白かった。シャッフルメンバーみたいな。
やつのダンスのやつ、よしこさんが面白かった。ナチの声本当に好き、ありがとう。おはよう、イコラブの意味のお気に入りの曲は何ですか。イコラブさんだと部活中が好きです。ノイミーさんはね、まだちょっとよく分かってないんですよね、手出せてない。またギフトが、ありがとうございます。先輩さん、なんだろうこれは、なんだろう、せいせいせい、いえいえいえ、部活中、俺もん、なんかもう部活中は初めて聞いた時に好きってなった。出川イングリッシュ、たまにいたらそれでわかる。なんかさ、デヴィ夫人さんとか川北麻衣子さんもそうだけど、ここに顔があってここに名言出て、ナレーターの人が読むじゃん、あれめっちゃ面白い。イコラブ部活中俺も好き。ん、皆さん好きなのかな。あとね、名前が出てこなくなっちゃった、なんだっけ。あ、でも私欅坂が一番好きだったんですけど、一番初めてアイドルになったグループが、そのイコラブさん、欅坂さんばっか聞いてたから、イコラブさんの系統って全然もう真逆じゃないですか。なのに心にズドンってきちゃって、一目惚れでした。部活中に目が合うのってなんだ。王道系統の曲が好きなの。そうですね、王道なザ・アイドルっていうのが好きです。おはよう、おはようございます。歌ってみて。部活中、部活中をですか。お姉さんお可愛いですね、ありがとうございます。おはよう、あ、おはようございます。欅坂が一番なの、嬉しい。うん、欅坂は中学校の頃の支えでした。増本キアちゃん推してマジですか。あ、そうです、そうです、なんかそれも見たんですよ、増本キラちゃん推しらしいですっていうのも、あとなんかその昨日配給できたしんすけが好きですってツイートしたんですけど、あ、ツイートじゃない、配信したんですけど、それをなんかツイートしてくださっている方がいて、そのツイートした画像と一緒に、あの北新助が泣いてるんですけど、あ、泣いてる画像が貼られてたんですけど、その泣いてる画像がブレブレすぎてびっくりしました。欅坂が一番って言ってくれてありがとう。あれは見ましたよ、今お金なくてライブ見れてないですけど、最後のライブ。欅坂の好きな曲はサイレントマジョリティは一番好きで、あれあれあれ、もうなんで名前出てこないんだろう、もう全部好き、青空が違う、やあやあ、全部好き。俺のツイート見られてるよ、あれリーナさんですかね。 AKB48 の曲も聴いてますか。あ、あれは最近聴きましたよ、ネモハモルーマ、俺だ、あ、にちけさんですかね。涙の画像ブレブレでめっちゃ好きです。遊びに来たよ、ありがとうございます。欅坂は高校の時の支えだったな。ずっと支え。ガビガビ返しの北新助、涙がもうここにあったりここにあったりここにあったり。キラちゃん推しなの一緒だ、一生嬉しい。アンビバレントの大ファンです、ありがとうございます。ナチュちゃんでツイートすればいい、よいよい、はい、ありがとうございます。欅坂が一番好き、私はナチュちゃんが一番好き、嬉しい。
別赤だけどね。あ、水色っぽいアカン、水色っぽいアイコンですかね。おはよう、おはようございます。ツイッターのアイコンにするのはまだやめておいた方がいい。自己がじゃなきゃ全然大丈夫。可愛く漏れてたら大丈夫です。初見です。はじめまして。カエルだ、可愛い。これからはナチュに支えてもらおうかな。できますかね。ミマク持ったんですけど、ポチャッコですか。アイコンは、アバターはポチャッコにサングラスがかかってるんですかね。おはようございます、おはようございます。バラありがとうございます。漏れてる写真、おお、漏れてる写真限定と。漏れてる写真でお願いします。どこ切り取っても可愛いんだよな。嘘、なんか半目になってない。ナチュ、おはよう、おはようございます。ご飯からただいま、あ、おかえり。ガス開けてますか。開けてないです。ナチュの笑顔とっても好き。嬉しい。ナチュはいつも可愛い。自己がない。嘘、なんか私が他の方をスクショするときになんか下手くそすぎていつも片目だけ、こっちだけ半目とかなっちゃうんですよね。ごめんなさいってなる、スクショすると。おはよう、おはようございます。あ、ギフトありがとうございます。萌えさん初見です。おわー、はじめまして。自分が一番可愛いと思う表情かポーズくださいよ。ポーズ？今時の可愛いポーズわかんない。あ、みかんとこたつ？ありがとうございます。みかん食べたくなっちゃう。柿か？柿？みかんかな。今日も応援してます。あ、ありがとうございます。タコさんとひまわりが嬉しい。ありがとうございます。そう、あの昨日つけていただいたんですよ。ひまわりタコが何ですか、ファンマークって言うんですか。嬉しいです。たこ焼きポーズ、たこ焼きポーズはさあれだよね、タコさん、タコさん、タコさん、たこ焼きかぶってる時の方がいいかもね。正月なのでみかんよね。確かに考える時に右上見ただけで可愛い。右上、右手どっちだ。みんなさんから見る時はこっち見てる方が右上、こっち、わかんない。スクショし損ねた。うん、ナチョ推しのサイン。ちょっと待って、可愛すぎん？嬉しいけど、その何？ミスタードーナツのライオンみたいなアバターも可愛い。髪をかき上げるところ特に可愛いです。髪をかき上げてる？髪かき上げたっけ？ポチャコ好きだし、サーフィンしてるから僕だと思ってこの絵にしてる。ポチャコ可愛い。私は産業だとハンギョドンが好きです。たこ焼きまたかぶってください。じゃあお昼かぶろっかな。かわいいポーズでピースするの、かわいい。かわいいポーズわかんない。たこ焼きポーズはももなちのものだよ。いいんですか。おはよう、おはようございます。あ、かわいいギフトありがとうございます。ハンギョドン、そう、ハンギョドン好きなの。フォローしました、ありがとうございます。お昼にたこ焼きが入ることを祈ってます。今日はね、もうお昼が決まってるんですよ。たこ焼きじゃないんです。うん、萌えちゃんありがとうございます。アイスクリーム、ななかちゃんがたくさん送ってくれるハート嬉しい。マーク、ハークつけてきてよ。ありがとうございます。うん、ななかちゃんがたくさんハート、ハート100個嬉しい。お昼ご飯何？お昼ご飯はね、
昨日の残ったあんかけで硬い焼きそば、パリパリした焼きそばかけてるやつ、うん、パリパリの焼きそばにあんかけかかってるやつ。ひまわりタコのふと増えてきた、よきよき、本当に嬉しい。テロップまたつけ忘れたでしょ、たまた忘れちゃった。おはよう、おはようございます。え、なんかこのテロップってあれじゃないですか、皆さんが入ってこれるっていうか、ライブ配信した後につけると思うんですけど、皆さんと会話してたら、あれあれ忘れちゃった、わしの風船消えてる。え、いつもアバターっていうかギフトくださるとここら辺周りの方に出るんですけど、私バグってるのか何も出ないんですよ、なんでだろう。毎回髪型違ってて可愛い。もうレパートリーが尽きてきました。ルキさんもハート、ハートがさ、ハートが半分までしか来てないやつ、ありがとうございます。あ、皆さんギフトありがとうございます。ナチョおはよう、あと可愛いしか見なかった。たくさん、春間、春間ってなんだ、だるまとハートと、ハート3つ、2個半ちらちら。あ、麦田さん、だるま100個ありがとうございます。お団子さん、お団子さん、おはようグルト、おはようグルト、これ納豆か。8位見えてきた、8位まで3124ポイントって書いてある。皆さんのおかげ。銀河さんもだるまありがとうございます。麦茶さんハートたくさん、おはよう、おはようございます。春間混ざっちゃったかわいい、ハート100個投げてよ、嬉しい。髪型のレパートリーあとツインくらいしかね、ツインテールじゃなくてハーフツイン、なんかツインテールもしてみようと思ったんですけど、ツインテールしたらなんか本当に幼稚園みたいになっちゃってあとね、これは昨日の外羽が取れませんでした。ポニーテールは難しいか。そう、ポニーテールね、この前チアの発表があってポニーテールしようと思ったんですけど、髪短すぎて落ち武者みたいになりました。イコラブかの意味で憧れる人いる、イコラブさんは高松さんが憧れですね。僕は嫌だが好きです、高松さんの。ハーフツイン待ってる、ハーフツイン、指ハート、ハーフツイン希望、ツインテールみたい、ツイン、ツイン、ツインテール、幼稚園児なんだよな。幼稚園でも全然大丈夫ですよ。本当にツインテールでさよなら、僕たちの幼稚園歌いましょういいかも。はあ、絶対ツイン、いいじゃないですか。ツインってあれですかね、ハーフツインですか。高めのツインでロギ枠狙おう。え、ロギ枠はちょっとバラエティ枠で。ツインを全員が待ち望んでるね。落ち武者いいですね。なんか本当に武将みたいになっちゃってさ、全然チアの衣装と合わないのだからね、この前はこれこれこれでやった、名前出てこなくなっちゃった。ハーフツイン一番好きです。ここからこうなってるやつかな。ツインは見たいですね。ツインって何でもいいのかな、ハーフツインでも。JCJS の下は JYP は違うか。落ち武者したら増本キラちゃんより伝説になるキラちゃんを超えるショールームする人はいるんですかね。自分でバラエティ部買っていましたよね。よし、狙いましょう、狙いますね。もうなんかパイ投げとか全然されたいんですよ。だからこの前のそこ作で
あかねんと、あかねんとか言っちゃダメか、森谷さんと渡辺さんがパイ投げされてるの見て羨ましかったです。幼稚園児になってもツイン見たいわ。うん、本当に？おさげ、おさげ、おさげって言い方かわいいよね。ツインテールじゃなくておさげって。三つ編みとかは？三つ編みか、三つ編みしてみようかな。バンジーとか飛びたい。そう、なんか100万円あったら何したいみたいなのがあって、そこにバンジー飛びたいって書きました。おはよう、おはようございます。どんなナチュも好き、嬉しい。おはよう、おはようございます。ビリビリペンとかわさび寿司とかいけます？ビリビリペンは一回されたんですよ、すごい痛かったです。わさび寿司はいけるけど多分涙出ちゃう。可愛い予感しかないな。ちわみ、なちわみ、三つ編みってあれかな、ここで三つ編みってことかな。なんか武将みたい。ジェットコースター得意？うん得意。三つ編みツインしてくれたら倒れる、倒れないで。ぬいみーのおぎさんもセルフでパイ投げされたのでやりましょう。やるか。あ、りょうちさんだるまいっぱいありがとうございます。なっちゅちゃん激辛、あ今日もラ行が可愛い。もうラ行言いたくない。化け屋敷大丈夫ですか？化け屋敷は、うん、おだるまありがとうございます。たくさん、るきさんも萌ちゃんもありがとうございます。落ち武者でも可愛い。なんかみんなに笑われちゃったんだけど、落ち武者で言ったら。ハート100受け取って、受け取りました、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんギフト、ギフトの流れがすごい早くてコメント見なかった、ごめんなさい。何時頃から歌って、何時に歌おうか全然決めてない。これってあれですよね、カラオケするときってイヤホンつけないとダメですよね。チャイオペ、ありがとうございます。幸せ。ねえ、私一曲歌えるかな。なんかいつもね、一曲歌い終わる前にちょっと疲れたからやめちゃおうってなっちゃうんだよね。歌えたら決めてるの。そう、昨日渋谷川って言ったから渋谷川歌おうかなって。そうだね、イヤホンいるいる、有線イヤホンがいるみたいですね。だよね、持ってきたんだ。なちちゃん歌ってくれるの？下手くそなりに歌います。どうしよう、なんか昨日歌うって言ってね、あのね、あれなの、あれしか言ってない、あれやめよう、あれ。とそう、渋谷が歌えるか不安で不安で夜それしか考えられなかった。渋谷川楽しみ。渋谷川本当に本当にありがとう。あれだよね、そうあれだよね。あああれね、あれあれ、渋谷川楽しみにしてました。嬉しい。どうしよう、あそうそう、言いたい、あれって思い出した。なんか渋谷川歌って皆さんルームからいなくなったらどうしようとか思ってて、ずっとお風呂で練習した。いつもね、夜の配信はねお風呂入った後にしてるんですよ。渋谷川、あ、お風呂で練習は違う歌を練習しました。渋谷川本当に思い入れあるから嬉しい。私も思い入れしかない。で小林さんパート歌います。8位おめでとう、8位だ、ありがとうございます。二人セゾン聞きたい、二人セゾンずっとおるよ、うん嬉しい。あ、ギフトありがとうございます。さよなら僕たちのうちへ。そう、なんかアカペラだと多分何でも歌っていいんですよね。小林さんパート歌いたいと思います。じゃあ私今泉さんパートで、むしろ増えるな。増えてほしい。
萌えちゃんギフトありがとうございます。渋谷川ハモる方しますね。うん、なちちゃんの歌声に惹かれて視聴者数増えるよ。え、いや本当に下手くそなんですよ。サイマジョ聞きたい。サイマジョね、渋谷川のカスタネットパーでやります。ギター役します。じゃんじゃかじゃじゃじゃんじゃん。ツイッターでなっちゃんの宣伝頑張るね。ありがとうございます。我が煮付けパート歌いますね。どこだそりゃ。 Why? Why? シンバルなら。シンバル私も行きますよ。何時に歌おう。すっごい音外しそう。もう緊張しすぎて、なんかねリコーダーのテストでキラキラ星やったんだけど、緊張しすぎて最初の音からピョロロロロロってなった。ウインクできますか。ウインク得意です。叩く系担当。そう今でしょ、今普段緊張するよね。俺も一緒に緊張してる。一緒に緊張してる。渋谷川の他に決めてないの。渋谷川の他どうしよう。何曲も歌えるかな。大丈夫ですよなっちゃんならね。うん、カスタネット叩きながら歌いますか。カスタネットね、どっか行っちゃったの。捨てちゃったのかな。リコーダーはもう捨てたんだけど。トントン。飲み物は準備した？ありますよここに。でも水なくてこの前飲んだの忘れててお茶になっちゃった。完璧じゃなくていいよ。うん、嬉しい。ちょっとカスタネット買ってきます。カスタネットってどこに売ってんだろうね。私も欲しい。次どうしようね。長濱ねるさんの「また会ってください」でも歌うかな。長濱ねるさんの「また会ってください」。なっちゅ頑張れ。歌う時はペンライト振って応援します。ありがとう。川シリーズ、川シリーズ。渋谷川もいいけどチューニングも好きなんだけど、わかる。まるでってやつだよね。何系が好き。お茶、あ、何茶か、何茶、緑茶。もし歌えそうだったらいつかイコノイの曲も聴きたい。イコノイさんも歌いたいんですけど、多分カラオケって1曲じゃないですか。私イコノイさんの曲1曲まるまる歌えないんですよ。だからもう皆さん尊敬。何？カラオケで配信されてる方よく息続くなーって思いながら見てます。カスタネット屋さん、カスタネット屋さんあるのかな。なんて超絶ラブだよ。嬉しい。2カスタネットは青が上だよ。そうなんですか。1番とかで終わらせてもいいんじゃない。あ、そうなのかな。じゃあ渋谷川も疲れちゃうし一番で終わらせようかしら。途中で終わってる人もいると思うよ。そうなんだ。なんか全然他の方の配信も終われてなくて、この前85番さんで顔出ししてましたっけ、カラオケしてましたっけ、見た気がするんですよね。アンパンマンマーチでもいいよ。アンパンマンマーチアカペラきついな。他の方の配信途中でやめてる方いたよ。そっかそっか。カスタネット屋さんの発音かわいい。これ一番だけでも嬉しい。ハーフでいいのよ。半分ってこと。おはようございます。寝坊してしまった。おはようございます。
一曲まるまるだと途中の感想で緊張してるんよね。そうなんよね。緑茶緑茶負けた負けじと連携します、精進します。あ、そうかそうかそうか、麦茶さんか。おはよう、おはようございます。麦茶さん入っていたね。麦茶さんも好きですよ。おはようございます。朝からお勤めご苦労様です。お疲れ様です。あ、萌ちゃんありがとうございます。音符音符、誰かの前で歌うの久しぶりかも。かわいい、ありがとうございます。おはよう、あ、おはようございます。なんか最近というかコロナ始まってから、コロナも行ってないじゃない、カラオケも行ってないし、音楽のテストもみんなの前で歌うのとかないので、何年ぶり？かわいい、ありがとうございます。麦茶さんよかった。うん、かわいい。今精進を連携って言いました。なんか連携に見えちゃいました。あ、でもちゃんとその後精進って言いましたよ。なんかこの距離から見ても感じがぼやーんってなっちゃう。千人くらいの前で歌うだけだよ。千人ですよ、千人ですよ。おはよう、おはようございます。おはよう、おはようございます。日向坂の歌も歌っちゃう。欅坂でもひらがな欅はよく歌いますね。あのハロウィンのかぼちゃが割れたとか。キュンとかいかが？キュンもかわいい。キュンが発売された頃ね、ずっと踊ってた。で、僕だったら気絶しちゃいます。千人の前で歌うなんて。私も気絶しそう。めちゃくちゃかわいいです。嬉しいな、ありがとうございます。リボンかわいい。もう1時間経ってる、早い。そうなの？ハロウィンのかぼちゃ好き。ナチュのダンス見たい。ダンスか、ダンスもね、いつかやれればいいんだけどね。かわいいのとこ好き。ん？聞きたいか？おはよう、おはようございます。あ、かぼちゃった。客はみんなかぼちゃだと思えば平気よ。かぼちゃ？あ、100年待てば。かぼちゃ合格したら何万人の前で歌うこともあると思います。そうなんですね、よね。他で歌うの練習したら皆さん聞いてくれます？君しか君しか勝たん。日向の推しメン金村美玖さんだっけ？そうですよ、もうセンターになるって決まった時、ああってなりました。こんにちは、こんにちは。なちちゃんの歌声楽しみ。うんうんうん、無歌だ。歌いますか？1時間経過、早い。おはよう、おはようございます。あ、ギフトありがとうございます。押すしかない、押すしかない。こんにちは、こんにちは。ハロー、ハロー。てかやばいよね、てかいいよね。うん、てかやばい、いい。大阪のおすすめスポットありますか？なんだろう、大阪？大阪ってさ、なんかさ、割とユニバー、ナンバー梅田ぐらいしかなくないかな。熊沢風花ちゃんに似てます。アディショナルタイムがめちゃくちゃ好き。わかる、歌うの難しい。でもあれ、こんにちは、こんにちは。ナチュの配信楽しくて時間手間、嬉しい。押すしかないやん、押すしかない。
金村さんの BTS ダンス見ました。見ました。でもあれですよね、あれスモールライクバザーライクでしたっけ BTS って。でもあの BTS のダンス披露した歌番組だと佐々木久美さんのダンスがすごい好きでしたね。なちちゃんショールーム上手すぎて時間が解ける。こんにちは、こんにちは。ヒラパー好きです。欅坂さんだと山田が好きです。わかる。なんか欅坂でこれあんまりって曲一個もなかった。おはよう、おはよう、おはよう。あ、Cさんもね見た気がするんですよ。あれツイッターかな。そうだ、熊沢風花さんだ。誰かに似てると思ったら。イコの歌と誰が好きなんですか。イコラブさんの高松さんが好きです。佐々木のダンスのめっちゃわかる。なんか癖になりますよね。こんにちは、こんにちは。熊沢風花さん確かに似てますかね。これカラオケって歌詞出てくるんですかね。金村はオドがめっちゃ良かった。上村ひなのさんもすごかったですね。はじめまして、はじめまして。応援歌始めたよ。ですよね、嬉しかったです。出るはず、出るかな。ひとみん好きなんですか。可愛いですよね。あの不協和音カバーで好きになりました。読めない。熊沢風花さん調べてみます。もう時間経ったのか。早い。1時間か。歌詞出てくる気がします。確か本当歌詞ね、私いつも分かんなくなっちゃうんだ。なんかごちゃ混ぜになっちゃう。こんにちは、こんにちは。ノイミーは決まってない感じなんだ。そうなんです、ノイミーはまだ手出せてないんですよね。イコラブさんもまだそんなガチオタって感じでもないので。こんにちは、こんにちは。なんか有名な曲っていうか王道な曲とかは聞きますけど、そんなにカップリングとかまでじっくり聞くって感じじゃないんですよね。はい。欅坂で踊れる曲ある？うん、全部は踊れないけどサビとかならサインマジョ、世界二人生存とかは踊れるとかな。あとね、桜で好きなのは思ったよりも寂しくないがダンスが好き。菅波美玲さんでいいんですかね、読み方。菅波美玲さん、へえ、みんなの推しメンなんですかね。2000人突破ねえ。嬉しいです。こんにちは、こんにちは。チアダンス見てみたい、ね、チアダンスさ披露できればなと思うんだけど、曲がさ流せないから、ね、モンサビ最高。モンサビ、モサビとても楽しいで、こっちを見てて楽しくなる。わかる。モサビいいですよね。2000人よき、ありがとうございます。かわいい。ノイミじゃない。そうなんですよ、ノイミは、ノイミさんは手出してないんです。朝から2000人すごい、ありがとうございます。歌いながらチアダンスすれば解決。もう歌声ポロポロじゃないですか。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。チアダンスだとよく K-POP とかで踊ります。なんか曲決めるのが、決める先輩が韓国好きなので、今年の去年か、去年はもうずっと K-POP でしたね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、言ったか今の。こんにちは、こんにちは。
コラボのカップリングだとスタートとかよくあるから聞いてな、聞いておきます。手遅れコーションが聞きたいにゃK-POP はあんまり知らない人、有名なのは知ってるぐらいですね。あのプデのプデの根っこや踊りました。おはよう、おはようございます。じゅんじゅんさん、どうもありがとうございます。ちらちら、だるま100個だるま祭り、ありがとうございます。だるま縁起がいいですね。あれこれなんで皆さんのアバター表示されないんだろう、下の方に。おはよう、おはようございます。かわいい、ありがとうございます。ケプワン、あえー、わかんないです、読み方もわかんない寝坊しました。おはよう、あ、おはようございます。これなんでアバター出ないんですかね。アバター出ないようになってるのかな。こんにちは、こんにちは。皆さんのアバター可愛くて見るの好きなんですけどね。自分のアバターしか今出てない。可愛い、え、ありがとうございます。何時からやってる。9時からやってますよ。ぷくってる聞きたい。お団子ちゃん、お団子ちゃん、今日はお団子にしましたよ。なちちゃんめちゃくちゃ可愛くて欲しいです。いつか歌声も聞きたいな。いやー、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。画面を一回縦にしたら治るかもよ。縦か、これあれですよね。またさ、なんかちょっと変なとこいじくってループしたら嫌なんですよね。もんじゃ焼き派、もんじゃ焼き派ってなっちゃうこんにちは。お団子いいね、可愛いです、ありがとうございます。アプリが止まってるのかも。止まっちゃってるの。なんか私昨日からバグりすぎじゃない。私だけかな。こいつから明日からテストです。スマホを縦にして戻すだけで、あ、そういうことか。これをこうこうすればいいのか。ああ、なんだなんだ、こうしてこうすればいいの。治らないよなんでだ。アプリも寝起きないよ。寝起きなのかな。テスト頑張って、ありがとうございます。もう取れない、無理おこ気にせんとこ気にしないでいきますか。治んないんかい。治んないね。スマホぐるぐる回してて偉い治らないよ、治らないよ。ただただ可愛い表情が見えただけだった今の絶対顔ひどいな。テストなんか頑張って、頑張ります。おはよう、朝から押し見るで幸せ。えー、嬉しい。ファンマークも嬉しい、可愛い。あ、私もよくそのポカンって文字使う。あ、ありがとうございました。バラバラ、画面が斜めたね。ね、治った。おはようございます。だいたい治るんだけど、ごめん。いや、全然全然、多分私の携帯がひどいんですね。もうボロボロ。こんにちは、こんにちは。ぐる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 、いこのに関西メンバーいないから、関西人として大阪出身のあちたに合格してほしい。頑張る。こんにちは、治った？斜めのやつかな。お昼また配信するときは出てたらいいな。
もう喋りすぎて唇に水分が。バキホン女子ですか？いや、バキバキホンじゃないですよ。え、お団子かわいい。お団子見えるようになったね。自分が横になったら治るかも。え、どういうこと、どういうこと。ひまわりタコってファンマークやってる。うん、合ってる。ありがとうございます。嬉しいです。先夫さん、先夫さん、ペレット、ありがとうございます。茶飲も、茶飲みますか。水分補給してねって。今日はちゃんとペットボトル用意した。ペットボトルがなくてね、お茶になっちゃった。しかも緑茶じゃないの、ウーロン茶なの。飲まさせていただきます。もうぬるい。横になったらめちゃくちゃいい。これ意外と関西弁出ないのね。そうなんですね。そうなんですねじゃない、自分のことだよね。そうなんですよね。一回転校したからね。それかな。緑茶じゃないんかい。ウーロン茶なんです。でもね、ストローの色は気に入ってる。どうでもいいか。そう、それなんだろう、星ですか、そのギフトは。何色。これはあれです、この色です。なんていうの、薄緑みたいな、知らんけど。渋い服ですね。渋い。何色。あ、今言ったか。こんにちは、こんにちは。気づいたら8位になってる。すごい、本当だ。8位、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。星、知らんけど。何色。白。白にしか見えない。嘘。これ本当はね、エメラルドグリーンのめっちゃ薄い色みたいな。なんでぬるくなったか分かった。あのね、ヒーターの目の前に置いてた。こんにちは、こんにちは。あ、推薦コメント書いてくださってありがとうございました。50どうぞ。ありがとうございます。天然天然じゃないですよ、かわいい。ありがとうございます。こんにちは。トービーの集団コードって日体大。そうです、そうです。あれ、日体大くらいすごいやつじゃないですけど、コップ小さめの金魚鉢くらいでかい。小さめの金魚鉢。これ、小さめの金魚鉢。ヒーターの目の前。そう、めっちゃあったかい。容器まであったかい。ぬるくなるわ。あったかいんだもの。この前に置くと少し緑っぽく見えた。こう。好きな色は何ですか。黒、グレー、白です。お、今日はお団子なんだね。お団子にしました。僕の特技は単独行動です。私も単独行動の方が好き。集団行動は好きだけど、集団生活嫌い。単独行動してた。大阪人の僕としてはめっちゃ頑張ってほしい。頑張ります。同じコップ持ってる？どこで買ったの？私ね、知らないの、このコップどこで買ったか。コップでか。何ミリリットル入ってるんだろうね。天然な人で私天然っていう人はいません。確かに。お団子似合う。ありがとうございます。はじめまして。喉乾いたら飲んでね。飲みます。ありがとうございます。3、4人行動くらいが好き。確かに。あ、おとちゃんだ。あのね、見ましたよ、ツイッター。ありがとうございました。苦手な食べ物はありますか。葉っぱ。大食い得意なの。意外で可愛い。大食いですよ。お寿司18皿食べました。おはよう、おはようございます。これからアイドル生活で得意になっていくかもですな。集団生活行動ね、集団生活ね、
どこでも必要だからね、頑張んないとね。こんにちは、こんにちは。お団子似合ってる。ありがとうございます。犬、猫、トラじゃどれが好きですか？トラです。きたこんにちは、こんにちは。ニトリなんかで買った。ニトリなのかな、生まれた時からあった。ツイッター見てくれたの？見ましたよ。嬉しかったです。あれ、それって麦茶？そう、緑茶はないので麦茶にしました。寿司ネタでは何が好きですか？サーモンでね、サーモンアボカドが食べたいんだけど、マヨネーズが食べれないからいつも諦めちゃう。こんにちは、こんにちは。トラなんか、うん、トラ好き。トラとライオンが好き。勉強してきます。ナチもテスト頑張ってね。頑張ります。30分頃から歌っちゃう。そうだ、歌うのだ、歌うの忘れてた30分で、30分から始めますか？一番だけでも大丈夫ですかね。渋谷川スポーツは何が出たんですか？陸上と、習ってたのは機械体操、新体操、陸上、チアです。やったマヨネーズ苦手なのめっちゃわかる。マヨネーズなぜか食べれないんだよね。初見です。はじめまして。ロッコールで、ロッコー現役女子高生ですか？ JK です。オート配信、オート配信。何何、ひろちさんのコメントかぶっちゃった。ナチオ冬休みの課題終わった？冬休みはね、もう終わってるんですよ。今は3連休中。マヨネーズのないサーモンアボカド自分で作るしか。確かにそうだね。もうでもそれだったら別々で食べちゃうかも歌配信楽しみ。全然期待しないでください。歌うのが良きですな一番だけで嬉しいよ。じゃあ一番だけ歌おうかな。陸上やってたんだ。陸上やってました。ダンス経験者なんですね。ダンス好きですよ。あの教室でもずっと踊ってます。陸上の専門は何でした？私ね、最初短距離をやってたんですけど、いつの間にかオールラウンダーでした。全部やってました。別かーい。別オーディションのこと学校の友達も知ってるの？私のこと知ってる？桜坂や日向坂の曲は聴きますか？聴きますよ。さっきはあの君と僕の洗濯物を聴いてました。あれ合ってる？ちょっと桜になってからあんまり聴いてなくて。あ、ありがとうございます。萌ちゃんギフト。オールラウンダーとはすごいね。なんか人数が少なかったんですよね、部活が。だからなんか全部やっちゃうみたいな。めっちゃ多彩じゃないですか。すげえ、ありがとうございます。砲丸投げとかも？砲丸投げはね、女子はなかったんだ。高跳びと幅跳びと、あと棒高跳びはあったけど、棒高跳びはできなかった。お一緒の子と友達には言ってないですね。君が干してくれた洗濯物大好き。あの曲のライブのひかるちゃんは世界で一番可愛い、認める。うん、本当に。あ、バラありがとうございます。君と僕の洗濯物いいよね。うんうん、好き。ワイも関西人です。同じ。いっぱいできる、すごい。いやでも短距離があんまり好きじゃなかったな。こんにちは、こんにちは。洗濯物振りコピー楽しい難しいな、このここが好きです。ここ短距離やってる人は跳躍もやる人いるね。そう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 、なんか 100m と幅跳びとか。太陽見上げる人選ばない、してますよ。なんか欅共和国2017じゃはやってないですけど、
そのライブ DVD 見て絶対ライブ行くんだと思って東京ドーム行ったら歌ってくださってもう号泣でした。7位おめでとう、7位おめでとう、ありがとうございます皆さん、嬉しい。洗濯物とデッドエンド交互に行くと楽しい。今度やってみます。おめでとう、ありがとうございます。7位おめでとう、嬉しい、みんなありがとうございます。なぜ次のライブの洗濯もセンターして今から入るのって桜坂ですかね7位おめでとう、ありがとうございます。東京ドーム太陽、私も泣いたね。欅紅白2017最高でしたね。最高だった。太陽は最後の、あーわかる、真似しちゃうよねみんな、ペンライト持って。あ、みかんありがとうございます。ソラルンライブでナチからレスもらいたい。もう全然何でも、ウインクでも何でもします。緊張してきた、声ひっくり返そう順位どんどん上がっていくね、調子いい。もう皆さんのおかげで7位だ、すごい。なちちゃん応援します。星投げとかしたらいいのかな、星投げ、こうやって星投げ したら順位が上がってるんですかね。野外ライブとか好きそうですね。野外ライブ大好き。でもなんか欅共和国行ってみたかったんだけど、やっぱね遠いからね行けなかった。お茶飲んで、お茶飲みますね。でもぬるいんですよこれ。ぬるいですね。これから消費者どんどん増えるから早めに取った方がいいかもよ。上がる上がる、新しいくじが今引き抜けて開けたよ全然キズも違うじゃん。のらへんとこらへんから好きだった。わかる、開けたよだし、開けてよじゃないわ。なちちゃんに水冷たい、ギフトや品切れ上がると思う、だそうです。へー、6位になった？あそこ関西民からしたら遠いね、わかる。うん、遠いし、なんかさ、富士急でしたっけ？富士急までのバスがなんかちょっとややこしい。間違えた。あ、6位が。6位まで、あとって出てますね。私も最初、これなんだと思って。何のランキングだと思ってましたなちのペースで頑張ってね、ありがとうございます。野外ライブで水かけられたい、わかる、もう水かけられても楽しくなっちゃう。ぬるいということで北海道から水届けに行きます。待ってますね、めっちゃキンキンそう。共和国最後の終電ダッシュが楽しい。終電ダッシュか、もう人が欅坂大阪で溢れ返ってますね。そんなに遅くまでやるんですか共和国って。バラだ、ありがとうございます。かわいいこのバラ、やっぱ皆さんのアバターが出てこないと悲しいですね。自分のアバターがセンターに立ってノーネームって出てるあ、だるま、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。2700人も見てくださってる。先月迷宮とか怖いの行きます？先月迷宮ってさ、すごい怖いやつだよね。怖いのどうだろう、お化け屋敷、あれって自分の足で進むもんね。なんか乗り物乗ってたらさ、いいじゃん、そんな怖がんなくて。でも自分の足ってのがちょっと怖いね。ありがとうございます、ギフト。こんにちは、こんにちは。あ、音符ありがとうございます。
朝から元気で偉い、絶対押す。嬉しい、ありがとうございます。元気だけが取り柄です。あ、タコさんありがとうございます。足早いから走り抜けるんじゃないですか。確かにもう何もさ、何も見ないで走り抜けそう。長距離行けるし。バラエティー班としてお化け屋敷ロケ行こう。おお、お化け屋敷怖い。お化け屋敷行くならジェットコースターずっと乗ってる。髪型かわいい、ありがとうございます。アバターは想像してください。ここら辺にね、いっぱいいるのが。おすすめの飲み物ありますが、ありますか、かな。おすすめの飲み物は、私はミルクティーが好きです。あとね、最近は寒いから紅茶とかお茶っ葉とかカフェラテとかずっと飲んでる。あとね、抹茶がすごい好きなんですよ。だから抹茶の粉ばっか作って飲んでる。絶叫得意ですか。絶叫は得意ですよ。じゃあ心霊スポットに行こう。そっちの方が怖いじゃんかよ。得意です、心霊が。日焼けの小室家お化け屋敷行ってたな。出ましたね。あ、ペンライトありがとうございます。お、6位も近いな。あー、すごい。抹茶スイーツも好きですか。うん、大好き。抹茶はね、抹茶が、抹茶のクッキーで挟んでるラングドシャがすごい好き。抹茶スイーツ、あ、今読んだ。ラテ系も美味しいよね。ラテ系大好き。抹茶好き、一緒。やったやった。鳥取太郎さん、タコありがとうございます。抹茶ラテすごく好き。わかる、抹茶好き一緒や。嬉しいな。ジェットコースター乗ったら動い出すの。出しますよ。でもなんかもうすごいほぼ90度みたいなやつは声出そうとしても空気しか入ってこないです。何フェチとかいますか。フェチ、なんだろう。フェチってあれですよね、手フェチとか手首フェチとか足首フェチとかですよね。なんだろうな、ないですね。309で抹茶ラテなくなってもうって悲しい。309はほうじ茶ラテがおすすめですよ。お歌の時間がやってまいりました。あら、ほんと。じゃあ、やりますか。ユニバのフライングダイナス乗れるんや。乗りますよ。抹茶かけるサボし、わかる。自分で作る抹茶ラテって、配分間違えたら、すごいまずくないですか。いつも間違えちゃうんです。絶叫系では叫ぶタイプ、叫ぶタイプです。あ、今日成人の日か。そうですよ。309ほうじ茶ラテ美味しいよね。いつもほうじ茶ラテ、ほうじ茶ラテは美味しい。ユニバいっぱい行きますか。あんまり行かないですね。あんまり一緒に遊ぶ友達いないので。これと悲しくなっちゃうな。なんかね、でも周りにユニバの絶叫系乗れる人が少ないって言った方が合ってる合ってる。なんかいない、みんなそんなにおっとりしてる感じの子が多いかもな。噛んじゃった。歌ワクワク、初歌唱でドキドキしてる。ドキドキしてるよ。初見かわいい。高校生の時の辻野かなみさんに似てる。誰でしょう。ほうじ茶ラテ飲んでみる、ぜひ。こんにちは、今日初めて配信見てルームフォローしちゃいました。ありがとうございます。たこ焼きだ、ぜひ合格してくださいね。頑張ります。ディズニーは行ったことあります。ありますよ、かぶり物も持ってます。合ってる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 。6位、うわー、今6位に切り替わる瞬間が見えました。101匹ワンちゃんのあります。101匹ワンちゃん、バンダナ持ってないですよ。今日はかぶり物つけないの。
かぶり物はねあるんですよ、ここにあるんですけど、お団子しちゃったことに気がついちゃって。録画見るとありがとうございます。スピード感えぐ、本当にえぐいですね。おめでとう、ありがとうございます。皆さん坂道っぽい清楚さ、清楚ですかね。じゃあ歌を歌いますか。ちょっと歌詞本当に初めてなんです、歌だから。一回歌詞だけ見ていいですか。新しいコメントが来ましたって来ました、ショールームに。嬉しい、団子の弊害次枠でたこ焼きかぶり物、たこ焼きのかぶり物で DL はダメだよ。 DL? ダウンロードそんな感じで願いせたら仕方ない。なんかこっちがドキドキしちゃう、私もドキドキしちゃう。歌詞見ていい？ありがとう。育つ子供を見てる気分親ですかね。夏の勢いが止まりませんな。なディズニー、あディズニーのことを DL って言うんだ。あディズニーランドか。待って、言ってよかったの。夢の国って言いましょうか。かぶり物で夢の国、そうですね、著作権引っかかっちゃうので。はまらない、はまった。